そうですね今日はね上映会がありましたがちょっと体調があんまよくないんで15分で終わりします <laughs> お話会ありがとねおばあちゃんありがとうよんよん楽しかったありがとねお似わせよう 福岡から応援してんのありがとうもう喋りすぎたあレイさんお誕生日おめでとう直接言えましたねお話し会でまー、あ、ちゃんハット100個ありがとうね森手切ろしおに。 ちょっと変わってる服着てますよねいつもとちょっと違う服 <laughs> 知識量すごかったありがとうお話かいありがとうすごく楽しかったよありがとうございますバワジョーミニさんありがとうふっぱるじょは 黒髪です。えー、9月に韓国に旅行行きます。チョンジュハノンマールチョンジュハノンマール韓国村みたいな。行ってみてください。タチ食べ歩きとかめっちゃ美味しいし、なんかハンモクとか借りれるので思い出になりますね。 ソウルとまた違って自然の中なのでいいしビビンバが有名ですよ髪真っ黒になったそう真っ黒真っ黒シュワシュワあ <laughs> ったったのでシオンアバターであ <laughs> ったったの嬉しいねありがとう 今日は生誕祭より前で見られました確かにねこんばんは上映会に来てくださった皆さんもありがとうございます配信がないので配信で見ている方はいないと思うんですけどはい。 あの後輩のプロデュースとかね実現したいけどねまたそのタイミングとかが合わなければまずできないものでねうんそれがまた確認がいるのでちょっと少々お待ちをせいちゃんまー、あ、ちゃんありがとうこんばんは今日はちょっとね甘い。 ちょ体調は良くないから早めに終わらせていただいたいいんですね鶴木さんありがとうはい <laughs> 1週間走りすぎたみーちゃんありがとう1週間すごい頑張りすぎたわもうこの1週間結構頑張りましたねやばいな そうラジオ配信はねちょっと強化持ちなんですけど「マチとか募集してるメールとか作ってほしいって言ってるからね「まー、あ、ちゃんありがとう」でも今日はメイクもしてるし黒髪になってるしこう髪型もやってもらってるのでちょっとショールームしたいなって思っててであの同会今日で最終日だったのでちょっと ありがとうって言わなきゃって思ったので環なさんありがとうはーい全身ね全身のせたかったけどさ全身じゃなくてあのズボンまでズボンまでと取られたからちょっと <laughs> ズボンまで取られたわまー、あ、ちゃんありがとううわ焼肉食べたのうれし羨うらやましいね 今週お疲れ様でした皆さんも今日日曜日なのでちょっと明日も月曜日で <laughs> 絶望な方もいると思うんですけど頑張ってくださいねあグラフィティ書いた DM 来るから,くらお見ます見ますよ見ますよこんばんは。かわい,い疲れてる から寝ながら配信してもいいよいよやいやいやもう洗わな髪の毛洗わなお風呂入らな<笑><笑>水曜金曜日曜まあそうですね水曜日金曜日土曜日日曜日木曜日もちょっと 私。うん。<laughs> あ。でもい,いね。泣いてないです。<laughs> あ,のあくびしました <laughs>。私の得意ない料理は。地獄から来たオムライスです。あの。 味はあるけどちょっと卵とか割っちゃうから地獄,地獄みたいな感じ <laughs> ユナナ面白かったねユナナが横でめっちゃ <laughs> はしゃいでて <laughs> オもラしさんだと入るじゃんだと入るじゃら。나도할줄알아 上がのかぎしろよ上を上かぎしろよ卵のカラが入っちゃうのいやカラは入らんか,からけどカラは入らんけどあの何ていうんだろうあのケチャップで絵描いたりするとねちょっとチーみたいになっちゃうからあツイッターフォローしてくれてありがとうでも味は美味しいですよ 上映会来てくれてありがとうみんな。JJW さんありがとう。あの今回ね、ファンデーションを買ったんですよ。新しいファンデーション買ったんですけど、いいんかなこれ。ちょっと前使ったやつこれで、これを買ったんけど、すごい。色、全然違くない待って。いけるんこれ。シオン間違えたん ?113? ちょっと無理じゃない？色間違いすぎ？これちょっと困るな。こくないこれ。え、そのやめてよそんなファンデーション高いのに。 これがね売ってないんですよもう,うんだから新しいの買わないといけないのになんかこういう色がこういう色だと思ったんですけど全然違うやん。うん、高いこれ。 アマゾンでで買ったやでこれ <laughs> えなんかさ表に書いてってあのピンクベースであのなんか明るめのやつが「113」って書いてたから買ったんやけど全然シオの肌よりめっちゃ暗いんじゃん。見 <laughs> て暗くない C の肌より暗いなこれやばいってちょっとやってみようかなこれちょっと塗ってみますねあのピエンすぎるーこれ誰かにあげるしかないのもしかしたらシオンなんでこんな白すぎんのねシオン全然 見て全然違うやんわ、わらからんなみんなえ、み見ますかこれのこれがもともとのやつこれ買ったやつめっちゃ黒いやんちょっとこれって一番明るいやつかなじゃあ これは三番目やでこれでもやってみますねやってみるわ いや、分からんな分からんわこれはあ、やっぱこっちがいいわー何が違うかわかりませんちょっと何が違うかわかりません 分からない。 わからないちょ買おううからんへんへどうしよういつもこんなん失敗しちゃうんだからなだからいつも使うやつじゃないとしよな新しいの買うの失敗しちゃうんですよ でも、案外といいかも。案外といいかも。意外とちょっといいかも。これ。ちょっと分からへんけど。使いますね。一回使いますね。じゃ使ってみるわ。使ってみて。明日使ってみて。ちょっと近かったら。なんか他のメンバーいる人にあげるわ。新しいもんやし。高い。ファンデーションはお高いですよね。 귀여워, 아니야. 나 지금 너무 힘들어. 나 지금 너무 힘들어. 나 진짜 너무, 나 눈물 날것 같아. 왜냐면, 항상 파운데이션을 실패하거든요, 제가. 근데 내가 진짜 천 년에, 천 년에 나랑 진짜 어울리는 거를, 나, 워터신이 몇 잔이야, 왜 저, 미스켓 때, 샀다더니 もうこれを2年ぐらい使ってるんですよあのこれ自体は1年ぐらいだから1個買ったら1年使うんですねシオン顔小さいからちょっとだけ塗ってもできるんですよねでもねこれがなくなったんですほんでアマゾンで調べてみたらあの2週間後に来るらしいでも全然ないからさ早く買わなきゃいけなくて大人気のやつを買ったのに

지모티가 뭐야? 뭐, 와닿나이? 파운데이션의 허나시 시자 때, 민난의 코멘트 봐내 날. 아니 2주 후에 오면은 뭐 해? 지금 당장 없는데. 그러니까 새로운 걸 도전하려고 했는데 실패했어. 파토카 호시이 산, 감사합니다. 紙曲多いっすね明るいファンで買って混ぜて使ったらうーん分からあでもさこれ持って持って歩くの大変じゃないまあでもさああいここの色見たらまたちょっといい,いかもここの色はいいかもここはなんか詰まってるから暗く見えてもここはいいかも。 이양. 이양. 흔들어 쓰는 거야? 아들은 어? 어떻물 타서 쓰라고? 진짜 남자들이랑 하여간 아주 몰라요. 아무것도. 여자의 마음을 몰라. 지금 파운데이션의 마음을 알아? 당신들이? 당신들이 파운데이션의 마음을 아냐고. 파운데이션 마음도 생각해봐. 자기, 자기 몸에 부리들 하면 얼마나 시리겠어. 코카 코카? 소연은 말은 거나. 집은 가 가월의 chance에 안안 지니키크. 暗くなってる. アアブネンネ一斗剣で着ようよしじゃろ <laughs> ?Thank you very much やっぱ韓国うまいね。韓国人だもん。ベース明るめ塗ってファンデーション白い塗ったらいい感じなのね。あの一旦下地とか塗ってみるわ、しおん。化粧が全然下手なのでしおん下地も塗らずに。 あのローションをつけてすぐパウファウンデーションで終わるんですでも他の女の子は結構ローションとか上にスタジオとかやってまたサンクリームみたいな塗って日焼け止め塗ってそこにファウンデーション塗ってその上になんか粉とかも塗って全然めっちゃ塗ってるやんと思ってすごいなって「なんでダメなのダメなの?ダメ」ダメなの 下地塗塗ららずにファンで塗ったらダメなんなんでだめなんだめなんよくないのだめなんだめなんなんで下地下地っている <laughs> でも化粧水とローションとか、あのー、水分クリームは塗ってますよ。グレープフルーツさんありがとうございます。とらちゃんありがとう 에, 왜ダメなの? 이쯤은 뭔데스? 간호업で, 하に話してるか同時通訳,お願いします. 아, 同時訳してます요. 아, 저기 했던 뭐, 同時訳しました요. 메이크업 아티스트 김군요? 뻥치지마, 무슨 메이크업 아티스트야, 진짜 나 놀리는 거야, 뭐야. 진짜. 그리고 쇼를 엄청, 엄청 오랜만에 와놓고서는 아주 못 말을, 말을 하는지, 못 말을 하는지. 可愛いからよし <laughs> 下地塗らないと肌の凸凹が隠せないなるほど凸凹がないですね凸凹がないですねまあいいや。<laughs> <laughs> 저도 시온이 공연 보고 싶어요. 나도 빨리 너 보고 싶어. BB 크림 은뭐졸업しまし다요스타디놀ら나이또 굳지れない? 아 시온은 와 굳지れないかな. 프라이머도 안 써요. チョックファンデータと厚塗りになりがちらしい。なるほど。私はでもだから厚塗りにならずにちょっとだけ。このちょっとだけちょっとだけつけて全部塗ってます。トラちゃんありがとう。よれにくく。よれにくくなる。あー。なるほどね。ピアノナビレラさんありがとう。もうすっぴんでいいのでは？<laughs> 初見です。 ほうがいい。あー、毛穴とか、たんたらキョロなんだごどんちじまーちっちゃろ。なんで配信早めたんえっと、家にすごい早くつけましたので。BB クリーム卒業した。何が、何が変わってるのか分かんないけど、ファンデーとビービビは。BB クリームとファンデーの何が変わ。 が書かないね厚化粧のこういうね厚化粧でもしは厚くないよ。むしろあのアイラインとか長くしたりめっちゃメイク厚くすると濃くメイク濃くすると逆に似合わなくて。 だからそんななにやってないです目とかが特に濃くすると良くないですなるほど BB は下地込みなんやうわじゃあ BB の方がいいんちゃう <laughs> うわすごい化粧の話を聞かれてる化粧の話を聞いてくれてる 化化粧化粧でもシオンは化粧が好きじゃない化粧嫌いだって面倒いもんだから化粧は10分で終わらせるキャンメイクのアイシャドウつまつめつめセットを使ってピンクピンク塗って黄色黄色塗って終わりですリップも。 あの、結晶の順番ローションファンデーションアイシャドウあのあれ眉毛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 ほんでアイラインちょっとアイラインちょっとほんでマスカラマスカラマスカラもねアイドルになってからマスカラ使い始めまもともとはマスカラ使ってなかったですけど絶対マスカラ使わなきゃいけないって言われたからマイクさんに。 嫌なんですけどマスカラをし始めてマスカラってこんんな変わるもともとあんまり好きじゃなかったんけどなんかあんまりさマスカラってこうやってさどんだけさ洗ってても洗ってても落ちないしこうやって取ったらあのまつ毛も取っちゃうからすごく私苦手でうん。<laughs> であの シェーディングシェーディングしてリップリップリップんでちょっとアイシャドウアイシャドウアイシャドウオイリ終わりこれで終わりうん <laughs> 韓国の人と日本の人化粧の違いはやっぱり韓国はブラウン系とかをすごいよく使うんですけどなんかその影とか目の影とかシェーディングがすごい あの詳しいっていうかシェーディングすごい頑張ってる感じ韓国はブラウンとかのつけてこのなんか立体立体感を作る感じが多くてでアイシャドウはブラウン系が多いんですけど日本は絶対ピンクです絶対ピンク塗るしここもピンクでリップもピンクが多いだから韓国は濃い人も多い。 韓国はすごい化粧が濃い人が日本よりは多いと思います私はそう思います私の周りの人がそんな人が多くてで化粧がみんなすごい上手で知識,が知識が高いんですよそれは自分の顔の化粧だからすごい youtube とか見て化粧の youtube 見て自分で研究するらしいからそれは知識高いわと思って 오 눈썹 정리요 대박 토라짱아리가 또 아니 결혼한다면서 뭔 지인 속에 시켜라래 조회관님 감사합니다. 막네 한국인은 간, 그품도 뭐, 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 シオンは韓国の時はメイクはしたけどマスカラもせずにあのあの眉毛の <laughs> あのね眉毛のね眉毛の片付けとかもしてなかったの。どうせ前髪あるし見えないしと思って眉毛も描かずに眉毛してなくて。 私の今使ってるやつは中中国国のののココススメメですすリップを使ってます最近斉藤渚さんが宣伝してるあの色の中国のコスメを使ってて黒髪の時はその色が似合うくてで昨日まではこういう色を使ってました茶色なのでやっぱりシオンは髪の毛の色によってあのすごい顔が変わるので。 化粧の形もすごく変わるので色も変えなきゃすごい嫌になるので <laughs> ちょっとよくないんで中国のコスメとかも最近は流行ってますよねえい明峰を좋아해서シャネルクッションで쓰는の아니라グッド 단지 그 쿠션이 좋아서 쓰는 사람도 있어요. 그 화장품이 성능이 좋아서 쓰는 사람도 많아요. 명품 화장품을 쓰는 이유는 명품이 좋아서 쓰는 사람도 있지만 명품이기 때문에 재료가 좋거나 안안 안 무너지거나 하는 게 많기 때문에 그걸 쓰는 이유가 있습니다. 오타카이 캐쇼품을 사용할 이유는 あるんですけども なんか私はあんまりその何を使ってもあんまり崩れないもともと崩れない顔なのであんまりお高めの化粧品じゃなくてもいけるんですけどもたまにそのお,お高いのを使ってる人も自分に合うやつもあるしなんかあんまりこうやって崩れないのでやっぱり化粧品って高いものいいなっていう思うしやっぱりでも自分に合うのが一番ですよね。いくら 200円だとしても一番合うやつと2万円としても合わないやつがあるので <laughs> シャネルとかねあのー、シオンは使ってないんです今はあ三30分かもシオンは寝るわお高いやつは使ってないですでもカバンとかは結構むちゃむちゃ高めじゃなくても あのカバンとか靴とかはちょっと高級な感じが好きだったので1個に1つ2つぐらいはあの自分で自費で買ってるやつも何個かいる,いるんですよね。そんな毎回買わないんですけど今回沖縄行った時にすごいアウトレットとかですごいのゲットしたからめっちゃ嬉しかった。なんか ほんで知り合いになんかお誕生日プレゼントとかももらうし「たムたムさんありがとう」「本当にアウトレットってすごいよね」「そんなに高いのにそんなに安くなるの?」って思うぐらいいや本当にありがたいです私は。 私が前から欲しかったカバンとかもめちゃめちゃもう何万円ぐらい安くてこれはゲットしないゲットしないとねって思ったもん本当にユーニョンウィックで幸せ今もまだふーちゃんロス中さんありがとうございますトラちゃんありがとうリンクタウンもあるのあそうやなじゃあグロメンのハイ 12位発表します。もう今日韓国語が混ざってきちゃうわ。13位ハッピーナスさんありがとうございます。十二位トリちゃんさんありがとうございます。1一位エイチワイさんありがとうございます。10位アンジンさんありがとうございます。9位サトボンさんありがとうございます。8位マイクロさんありがとうございます。7位たかしさんありがとうございます。6位トンビーさんありがとうございます。5位ゼんムモっチさんありがとうございます。 四位ざんさんあざざます。三位ろくちんさんあざざます。二、ワンポーさんあざざます。一、五、三、あざざます。五、三、一、おめでとう。五、三、大好き。五、三、あざざます。<laughs> 疲れてます <laughs>。はい、ちょっと正直に言うと、めちゃめちゃ疲れてるので <laughs>。はい、もう。 正直によると本当に今日すんごい体調悪い <laughs> だからちょっとごめんねバイバイ <laughs> でも30分ぐらい喋れたからよきよき朝は大丈夫やったのにななんか急に上映会終わってすごい体調が悪い車用意しちゃったさっきからずっと <laughs> はき,きそうなんですはいご飯食べなきゃいけないのにね一旦ちょっとお風呂入ろうバイバイテシお話し会も最終日だったんですけどもありがとうございました皆さんあんにょんどうやって消したっけこれかこっちかバイバイあどっちだっ